ニガラバー皆さん、こんにちは。和挙のアレンです。今回アレンはこちらの坊城アウンサンマーケットという大きなマーケットに来ています。こちらのマーケットはミャンマーのヤンゴンのですね、ダウンタウンというところに位置してて、すごく大きなマーケットとなっていまして、日本人の方がミャンマーに来た際にはここを訪れて、お土産を買ってから日本に帰国するというような、すごくお土産で有名な場所となっています。ここに来ればミャンマーの伝統的なロンジーと呼ばれるなんか布だったりとか、あとポーチとかバッグなどいろんなものが揃ってて、ここにいろんなミャンマーの魅力が詰まっているかと思います。はい、そしてこの今回坊城アウンサンマーケットで日本人の女性がお土産屋さんを経営しているところがあります。その名前がシンピューレと呼ばれるお店で、シンピューレとはミャンマーでミャンマー語でなんですけど、日本語で白いぞということを表してて、シンピューレは幸福と繁栄という意味を込めています。ミャンマー人の幸福を願って、ミャンマー人の方と一緒に二人三脚でお土産屋さんを経営して、一生懸命ミャンマーの魅力をお土産という形で伝えようとしている経営者の方、新谷夢さんという方なんですが、今回この新谷夢さんの経営するこちらの奥にあるミャンマーのお土産屋さん、シンピューレというお土産屋さんを今回伺っていきたいなと思います。こちらに見える看板、ミャンマーお土産クッキーっていう看板が目印となっております。では早速中に進んでいきたいと思います。はい、坊城アウンサンマーケットはすごく入り組んでるんですけど、こちら の看板がすごく目印なんで、こちらの看板を探して見つけてきてください。失礼します。こんにちは。はい、こちらが日本人の新谷さん経営するシンピューレのお土産屋さんとなっています。早速店内の中を見ていきたいと思います。はい、クッキー、こちらがシンピューレさんの一番買おうとも言われているすごく有名なお土産となっています。こちらがクッキーで、すごく売れているクッキーで、こちらの2種類置いています。はい、こちらの試食も用意してて、ミャンマーのお土産屋さんではあまり試食するとこがないんですけど、あー、すいません。はい、ありがとうございます。うん、すごく美味しいですね。はい、はい、こちらがミャンマーで有名な田中と呼ばれてる石鹸ですかね。はい、これ石鹸ですね。これがこれは田中のハンドクリーム、はい、感じで、田中と呼ばれるこの日焼け止めに使われる商品で、ミャンマーの素材をこういう感じで毛を削って使っています。はい、あ、これですね。このセットでこの石ときで削って乗せて削ってって感じです。はい、ありがとうございます。でこういった感じで、先ほど説明したロンジーと呼ばれる生地を使ったポーチだったりとかっていうのもこちらにたくさん置いてて、いろんな柄も、はい、揃っています。こちらもすごく大人気の商品です。で今回こちらに学生さんがいらっしゃるんですが、こちらの学生さんはツアーで今回コラボをしてて、新谷さんのこのお店にこういう感じでランチョンマットを作ってくれました。はい、今4センチアットで、だいたいこちらもランチョンマットもロンジーと同じ素材を使っているもので、ミャンマーの特製 のお土産となっております。はい、でこちらがすごくインスタ映えされるとして有名になっているバタフライピーハーブティーと呼ばれるもので、実際にあれも前回飲んだんですけど、すごく飲みやすくて紫色に変わるので、インスタ映えすると言われています。あと目と髪の毛にいい素材が入ってて、健康にもとてもいい商品となっております。はい、はい、以上で今回シンピューレさんの取材でした。これからも生のお土産事情っていうのはすごく難しいもので、いろんな商品扱ってるんですが、どんな商品を置いてるかっていうのは店にすごくよって変わるので、こちらの商品にすごくロンジーを中心に置いてあったりとか、特にさっきの田中の商品とか、はい、こちらのクッキーすごく売れてるものなので、ぜひミャンマーに来て、特にヤンゴンに来た際には必ず坊城アウンサンマーケットに来て、散歩しながらこちらのお店を見つけて、ぜひ新谷さんのところお土産買ってみてください。はい、今回以上になります。やった。